スコア。それは未来を読む奇跡。ほら、よしよし、泣かないでちょうだい。よろしくお願いします。受けたまわりました。それでは。雨が長く続く頃、ご子息は大病を患うでしょう。しかし恐れることはありません。西の方角から来る者を熱く敬いなさい。その者が力となってご子息を救います。病が完治した後に良い兆しが。これからの一年、気を強く持つことが肝心ですぞ。ありがとうございます。この一年、なんとか乗り切れそうだな。人々はスコアを求めてローレライ教団を訪ね、預言者はスコアを告げて人々を導く。スコア、それはこの世界を生きる人々の拠り所。世界と人がどのように進むべきかを示す完全なる指針。 ND2000 ローレライの力を継ぐも、キムラスカに誕生す。祖は王族に連なる赤い髪の男児なり。名を聖なる炎の光と称す。彼はキムラスカ・ランバルディアを新たな繁栄に導くだろう。 ND2018 ローレライの力を継ぐ若者、人々を引き連れて鉱山の町へと向かう。そこで CD テイルズオブジアリスボリューム陛下、なんだか渋いお顔ですね。救援部隊なんて無理なんじゃねえの。キムラスカとマルクとはすっげえ仲悪いんだろ。静かに。なるほど。カーティス大佐だ。そなたが運んでくれたこの紳士を確かに目を通させてもらった。大義であった。もったいないお言葉、強烈に存じます。リンゴベルト国王陛下。鉱山の町アクゼルスか。はい。第一の毒素、なぜいきなりそのようなものが。我が国最新の研究論文に指摘があります。いわく我々が暮らす大地の下には巨大な空洞が存在し、彼の地は正気で覆われている。おそらくはその空洞から、奈落の底から有害な空気が漏れているのではないかと。奈落の底から。穏やかではないな。はい。うん、よかろう。我が国も救援に力を貸そうではないか。難民の受け入れについて議会を開き、早急に対策を練ろう。我が君主に代わって深くお礼申し上げます。御身の護衛団は偉大なるその港ともに。よかった、苦労した甲斐がありましたね、イオン様。こんなにうまくことが運ぶなんて。
当たり前だろ、俺の叔父上だぜ。さっきはツコ無理って言ってませんでした？あ、そんなこと言ったね。ルークよ。あ、はい。よくぞ無事に戻ってくれた。しかもお前が我が国とマルクトを結ぶ架け橋となってくれようとは。ま、俺が本気を出せばこんなもんです。頼もしいことだ。そこでだ、お前にもう一働きしてもらいたい。ああ？救援部隊の代表として、私の名代として、アクゼリスに向かってはくれぬか。意味がわかんねえんですけど。陛下はあなたをキムラスカ・ランバルディア王国の親善大使に任命なさっているのですよ。俺？ルーク！聞いたぞ。どうしまったんだルーク。いきなり救援部隊に参加するなんてお前らしくないじゃないか。もうあんなに早く同時に喋るな。あ、一人ずつ。どうぞ。聞きましたわよ。親善大使の任を拝命したそうですね。まあな。立派な仕事です。見直しましたわ。見直すって今まではどうだったんだか。だって7年前あの誘拐事件以来、あなたはすっかり変わってしまったではありませんか。国を背負う者としての意識を失い、毎日をただ適当に過ごし、昼間からゴロゴロと寝てばかり。剣の稽古も遊びの延長。図鑑や物語ばかり読んで、政治書や哲学書には手もつけない。食べ物の好き嫌いは激しく、気に入らないことがあると部屋にこもり、食事のマナーを守らず、朝起きても顔を洗わず、髪も整えず。なんだか自分が本当のろくでなしに思えてきた。あれ、そうじゃなかったのか。お前な。それにしたってどうしてこんな任務を受けた。おかしい、絶対におかしい。何か訳があるんだろ。何を隠してる。何も隠してね。隠してる。隠してない。いや、隠してる。隠してねえって。戦争が起こったら大変だろ。あ、これでも一応いずれは国王になる人間だからな、少しは国とか民のことも考えてみたってわけよ。戦になったら人が死ぬ。ほら、外の世界を旅していろいろと分かったことも多くてさ、殺し合いの虚しさを知ったというか、平和の大切さを知ったというか、あ、まあそんな感じで。おい、ナタリア、ナタリア。よかった、あなたが戻ってきてくれた。戻るも何も、俺はずっと俺のまんまだって。ごめんなさい、取り乱して恥ずかしいところ。あの約束を思い出してくださる日もきっと近いのでしょうね。約束？私に言ってくださったあの言葉。ああ、またそれか。ガキの頃のプロポーズの言葉なんて覚えてねえっつうの。思い出しますわ、きっとすぐに。それでは救援部隊に加えてくださるようお父様にお願いしてきますわね。なんだありゃ。女ってわかんねえよな。まあそれくらいすごい仕事をお前は受けたってことだよ。よし、今回は俺も一緒に行くからな。お世話係としてきちんとメンバーに指名しておいてくれよ。じゃな。あぶねえあぶねえ、バレるところだったぜ。先生と俺だけの秘密だもんな。嫌だよ先生、どうして俺が親善大使なんてやらなきゃいけないんですか。俺もう戦ったりするのはごめんだ。聞けルーク、お前のアクゼリウス行きはスコアに読まれていることなのだ。スコア？ローレライ教団の上層部しか閲覧できない秘密のスコア、クローズドスコアにこう記されている。 ND2000 ローレライの力を継ぐ者キムラスカに誕生す。ソア、王族に連なる赤い髪の男児なり、名を聖なる炎の光と称す。
彼はキムラスカ・ランバルディアを新たな繁栄に導くだろう。王族に連なる赤い髪のだ。ルーク、お前の名前は古代イスパニア語で聖なる炎の光を意味する言葉だ。スコアはこう続く。 ND2018 ローレライの力を継ぐ若者、人々を引き連れて鉱山の町へと向かう。で、いや、その先はわからない。私の立場で閲覧が許されているのはここまでだ。それって要するに俺がスコアに読まれた英雄ってことですか？ああ。すっげー、夢みたいだ。お前にとってこのアクゼルス行きはチャンスなんだ。俺は戦争を終わらせた英雄として名を上げる。国の繁栄が俺の活躍から始まる。足場を固めて、都合よく人形のように使われる現状を変えていこうではないか。行くよ先生。俺アクゼルスに行きます。おじ上にやっぱり親善大使やらせてくださいってお願いしてくる。クローズドスコアのことは言ってはならんぞ。陛下はお前を兵器として使おうとお考えだ。我々とは立場が違う。情報はこちらだけが持っていた方が有利だ。誰が敵で誰が味方かわからない以上、信用できるのは先生だけでしょ。ああ、そうだルーク。入りなさいティア。失礼します。モース様、私に御用と伺いました。いかにも。我が教団の代表としてバンと共にアクゼルスに向かってもらいたい。わかりました。ですが一つ確認してもよろしいでしょうか？なんだ？このご命令の意図を。もう言うまでもあるまい。同志イオンとルーク殿を護衛するためだ。大英士モス、本当のことをおっしゃってください。本当のこととは？キムラスカ王国とマルクト帝国の戦争はクローズドスコアに読まれているのではありませんか？だからモース様は戦争を望み、キムラスカとマルクトの橋渡しをしようとしている同志イオンを誘拐しようとした。違いますか？イオン様を誘拐？私が？六人将が動いています。六人将はバンの、お前の兄の手馬だ。私より身内を疑ってみてはどうかね。それに私は戦争を望んでいるのではない、繁栄を望んでいるのだ。クローズドスコアについてお前に多くを語ることはできない。今の時点ではっきり言えることは、同志イオンとルーク殿をアクゼリウスまで無事に送らなければならないということだ。これは命令だ。行けティア・グランツ教長。怒りを上げろ。怒りを上げろ。出航。出航完了しました。アクゼルスへの到着は2日後の予定です。うん、ご苦労。バン要将、この任務につけることを誇りに思います。浮かれるのは早いぞ。大英社の武装船団が航路を塞いでいるとの情報が入っている。心して備える。はっ。話しなさいブレーナ。しかしん、何事だ？いや実は。大したことではありませんわ。お気になさらずとも結構です。そうは参りません。ご説明をいただきましょうか、ナタリア様。宿敵同士が和平を結ぶという大事な時に王女の私が出ていかなくてどうしますの？そこで密航ですか？同行させてくださいとお父様に何度もお願いいたしました。でも一向に聞いていただけず、仕方なく強行手段を取った次第です。危険な旅です。3年前ケセドニア北部の戦で慰問に出かけたことがあります。船を戻します。私はランバルディア琉球術の免許皆伝、ヒーラーとしての学問も収めました。役に立つはずですわ。しかしバン要将、
わかりました。特別扱いはしませんぞ。ご覚悟を。感謝します。それでは早速ルークたちに挨拶を。この船には乗っていません。え？我々はおとり、大英社の目を引くためのおとりなのです。それではルークたちは。陸路を。つうか俺疑問あんだけどよ。なんだ？ガイとジェイドがアクゼルス行きのメンバーってのはわかる。ティアがついてくるのも、あ、まあ一回命を助けてもらってるからいいとしよう。それはどうも。どういたしまして。でもどうしてこのガキまで一緒じゃないといけないんだ。ガキってひょっとしてイオン様のことを言ってるんですか。やめなさいハニス。ほら見ろ、息上がっちまってるじゃないか。先生がせっかく命張っておとりになってくれてるっていうのに、こんなにちんたら進んでるんじゃ敵に感づかれちまうぜ。今はイオンがいなくても俺がいれば戦争は起きねえんだし。あんたバカ。バカだと。ルーク、私も今のは思い上がった発言だと思うわ。この和平はインゴベルト国王陛下とピオニー皇帝陛下が同志イオンに敬意を払っているから成り立っているのよ。イオン様がいなくなれば調停役がいなくなります。そんなの分かってるけど、実際予定より遅れてるじゃねえか。なるほどなるほど、皆さん若いですね。じゃそろそろ野営をする場所を探しましょう。おや、なんだか雲行きも怪しいですね。雷でも来そうですよ。おお、怖い怖い。この状況でよくああいうセリフが出るよな。食えないおっさんだぜ。ずいぶん立派な雨宿りの場所が見つかったものね。コーラル城、ファブレ公爵家の別荘だ。使われなくなってもうずいぶん経つけどな。おいルーク、こっちに来いよ。体乾かさないと風邪ひくぞ。うっせえ、ほっとけ。どうせ俺はバカだからね。頭のおよろしいお仲間同士仲良く火でも囲んでやがるってんだ。うん、うまくそ悪い。あっちの部屋で寝る。ええか、風邪ひいたらてめえらのせいでけんね。後で領事いたんでも知らねえかんね。俺は親善大使だぞ、しかるべき敬意って。もうマジで風邪ひくかも。ああ、いくら家柄が良くてお金持ちでもあれじゃ、ナタリア王女が気の毒。そういうな、あれでも随分成長したんだぜ。ちょっと前まで赤ん坊みたいなものだったんだ。ほえ。ルークは7年前誘拐されたんだ。誘拐？穏やかではありませんね。誰の仕業ですか？あんたなら知ってるんじゃないのか。おっと、マルクト帝国の謀略だと。キムラスカの中じゃそういうことになってる。初耳ですね。もっとも7年前といえばピオニー陛下が即位なさる前、帝国で何が行われていたのか全ては分かりかねますが。まあいい、誰が何のために誘拐したのかは今でも分かっていない。とにかく誘拐されたルークはそのショックで一切の記憶を失っちまった。自分の名前はおろか、言葉も歩き方も何もかも忘れて転がっていた。この城にな。この城に。真っ暗な城の中、一人で生まれたばっかりの鳥みたいにブルブル震えていた。自分を自分で抱きしめるようにして泣きながら。くそ、頭体はでかくてもあいつは7歳の子供と同じだ。まずいことを言うかもしれないが多めに見てやってくれ。頼む。この通りだ。
起こしてしまったわね。ごめんなさい。もう朝か。まだ夜中よ。あんか用か。言っとくけど、説教なら聞くつもりねえからな。隣ちょっといいかしら。常識を知らないのも世界情勢を知らないのもそのせいだったのね。知らなかった。今まできつく言い過ぎたわ。いや、まあ分かりゃいいんだよ。分かりゃ。ごめんなさい。それだけ言いたくて。なんつうか、調子はどうだ。調子？俺をかばって刺されただろうが。ああ、もうなんともないわ。そっか。何？いや、その、聞いただけだよ。とっとと出てけ。なんだその笑い。いいえ、おやすみなさい。ここだ。7年前、ルークはこの部屋で発見されたんだ。この機械は？さあな。もともとこの城にこんな大型の音機関は置いていなかったそうだ。国中の学者が寄ってたかって調べたが、何をする機械なのか、何のためにこんな場所に設置されたのかわからなかった。とにかくルークが見つかったってことの方が重要だから、その音機関はとりあえず放置されて。どうした、ジェイド？ジェイド。え？それに何か思い当たることでもあるのか？ああ、いいえ。ずいぶん階段を登ったので、思わず魂が抜けてしまいまして。本当かよ。封印術をかけられて弱体化していますからね。ああ、そうか。悪いこと言ったな。それに、実は生まれつき体が弱くて。ゴホゴホ。どこまで本気で心配していいんだか。案内をありがとうございました。興味深いものを見せていただきました。さて、戻るとしますか。やれやれ、またあの階段を降りるのか。何を気弱な。年寄りとしてはおぶって降りていただきたいくらいですよ。勘弁しろって。まったく。フォミクリー装置がなぜこのような場所に。考えたくはないが、もしやルークは。もうすぐです。私の華麗なる登場シーンはもうすぐですよ。フィオン様、歩けるか？大丈夫です。肩を貸すぞ。ありがとうございます。頑張れ。もう少しでアクゼリスだからな。
ほらそこ、グズグズやってんじゃねえぞ、ちゃっちゃか歩け。止まれ。あれはくそ、陽動作戦失敗か。動くなと言っている。次は剣ではなく心臓を狙う。何者だ。オラクル騎士団六人将リグレット。マダンのリグレット、噂通りの銃さばきお見事です。ラルゴとシンクが世話になったそうだな、ネクロマンサー・ジェイド。いえいえ、大したおもてなしもできず申し訳ない限りです。ところでせっかくあなたがおいでなのですから、少し伺ってもよろしいですかね。あなたたちが何のために動いているのか。何のためって、戦争を起こそうとしてるに決まってるだろうが。俺にアクゼルスに行かれるとまずいから邪魔しに。だとしたら最初の一発であなたの心臓を射抜いていたはずです。剣の塚を狙い撃ちできる彼女にならできたはず。あなたたちの目的は何なのですか。人間の意志と自由を勝ち取るためと言っておこうか。どういう意味だ。この世界はスコアに支配されている。何をするのにもスコアを読み、それに従って生きるなどおかしいとは思わないか。スコアは人を支配するためにあるのではなく、人が正しい道を進むための道具に過ぎません。同志、あなたはそうでも、この世界の多くの人々はスコアに頼り支配されている。ひどいものになれば夕食の献立すらスコアに頼る始末。お前たちもそうだろう。だってスコアに未来が読まれてるなら、その通りに生きた方が。誕生日に読まれるスコアはそれなりに参考になるしな。そういうことだ。この世界は狂っている。誰かが変えなくてはならないのだ。そうは思わないか、ティア。は？私たちと共に来なさい。ティア、お前あいつと知り合いなのか。ティア！私はまだ兄を疑っています。あなたは兄の忠実な片腕、兄への疑いが晴れるまではあなたの元には戻れません。リグレット教官。教官ってどういうことだよ、仲間なのか。仲間なんてものじゃないわ。戦い方の、生き方の全てを教えてくれた人。ひょっとしてお前モースのスパイなのか。ティア、その出来損ないのそばから離れなさい。出来損ないって俺のことか。そうだ、何も知らない出来損ないが。そうか、お前たちか。近畿の技術を復活させたのは。あ？冗談ではない。誰の発案だ、ディストか。オミクリーのことか。知ってどうなる。サイは投げられたのだ、ネクロマンサージェイド。なんだよ、俺を置いてけぼりにして話を進めんな。ティア、どうしてもそいつらと行くと。教官、私は教官とは戦いたくありません。でもならば力ずくでもお前を止める。動き続けろ、狙いを絞らせるな。連続射撃の終わり際に一瞬の隙ができるわ、そこを狙って。サマシンが遅い。タイミングを合わせ。ジェフ様、邪魔。下がっていて。チクショー。武術の効果範囲内に移動しなさい。遅い。チクショー。ルーク、俺に命令するんじゃなあ。ウズが、またこの声、頭が割れそうだ。戦うことが怖いんだ。剣なんか捨てちまいな。く、出来損ないが。出来損ないなんかじゃねえ、俺は英雄なんだ。何の役にも立てないクズ、居場所一つ作れないクズが英雄だと。黙れ、黙れ。皆さん下がってください。しまった、ダート式武術か。逃げられたか。しかしたった一人であの戦力、もしイオンの不術がなかったらどうなっていたことか。リグレット教官。イオン、イオン様。
はずないですよ。ダート式符術はお体に触るんですから。休憩を取った方が良さそうですね。いや、先を急ぐぞ。この場合神前大使は俺だ。俺が行くって言ったら行くんだよ。やれやれ、何を苛立っているのです。急ぐにしても俺に指図すんな。ざけんな。どいつもこいつも俺をバカにして、ないがしろにして、俺は神前大使なんだぞ。ルーク、みんな分かってくれてるさ。分かってねえだろうが。俺だけ置いてけぼれにしやがって。教官とかフォミクリーとか出来損ないとかクズとか、もう何が何だか分かんねえよ。落ち着け、クズなんて誰も言ってない。お前までこいつらの味方すんのかよ。ああそうかよガイ、お前だけは俺のことを分かってくれてるって思ってたけどな。見損なったぜ。いい加減にしなさい。ガイがどれだけあなたを理解して気遣っているのか知りもしないで。殴りたいのなら殴りなさい。反撃しない相手を殴るくらいがあなたのできることの限界だわ。さあおやりなさい。くそ！待てルーク。何見ても俺は英雄になるんだ。先生だけだ俺のこと分かってくれるのは。先生だけだ。ナタリアさん、何をご覧になっていらっしゃるのですか。万葉書。何をと言っても一面の大海原しかありませんが。世界を見ていました。世界、広大な世界を。バチカルの中では決して感じることのできない世界の広さを感じていました。広い、本当に広い。そうですな。万葉賞はどちらの生まれでいらっしゃいますか。生まれ、故郷は程遠。16年前、キムラスカの軍事侵攻を機に奈落の底へと消えた小さな島ほどが私の生まれ故郷です。ごめんなさい。ナタリア様のせいではない。昔ある人と約束をしましたの。約束？ええ、いつか大人になったらこの世界を変えよう。貴族以外の人間も貧しい思いをしないように、戦争が起こらないように。そんな世界が本当に訪れるのでしょうか。訪れますわ、きっと。もしスコアにそう読まれていなかったとしたら。え？あるいはもしスコアにそう読まれていたとしたら。万葉書？あなたはあなたのうちから生まれた情熱を己の情熱として抱き続けることができましょうか。何をおっしゃっているのか。この音は。野蛮な猿ども、とくと聞くがいい。我が美しき名を。我がオラクル騎士団六人称バラのビースト。そして見よ、この私が作り上げたスーパーウルトラゴージャスな巨大複合兵器、カイザーディスト。あよ、反撃の指示を。要所。その必要はない。え、この船はここで沈む。アクゼルスには私一人で行かせていた。どうして。人間の意志と自由を勝ち取る。何を企んで。さらばだ王女リストよ、私を回収しろ。はいはい、バン総長。おっと、私のカイザーリストはドキン。
土足厳禁。総長といえども靴はきちんと脱いでいただきますよ。ルーク、ごめんなさい。あなたとの約束果たせそうにありませんわ。どうかあなた一人世界を変えてください。あの約束をお願いして。しっかりしろ。誰？お前はここで死んでいい人間じゃない。あなた誰？戦争を終わらせて民が苦しまない世界を作る。ナタリア！ルーク。いつか俺たちが大人になったらこの国を変えよう。貴族以外の人間も貧しい思いをしないように、戦争が起こらないように。はい。死ぬまで一緒にいてこの国を変えよう、ナタリア。ここは？やっと気がついたか。やはり二人を運べるほどの力はなかったが、歩くしかないな。とんだ無駄足を踏んだ。間に合うか。待ってください。なんだ？ルーク？いえ、違う。あなたは誰なのですか？アッシュ、オラクル騎士団六人将の一人、鮮血のアッシュ。東に向かえば港に着く。そこからバチカルに戻れるはずだ。急いだ方がいい。これから世界は荒れる。お前のような奴が生きていけるほど外の世界は甘くない。アッシュ、待って。ルークなのでしょ？あなたルークなのですね。くどい。俺はアッシュだ。いいえ、あなたはルークだわ。だから私を助けてくださったのでしょ？あの約束を覚えていてくださったのでしょ？くだらん。あなたが本当のルークなのですね。7年前、私の前から消えてしまったルーク、約束を交わしたルーク、あなたが本当のルーク・フォン・ファブル。黙れ。俺はただの燃えかす、聖なる炎の燃えかす。はい、アッシュだ。待って、ルーク！お待ちしておりました、カーティス大佐。状況は？は、長期に侵された住民の避難は概ね完了しています。ただ避難を拒んでいる者も未だ多く、説得に時間が。キムラスカが難民の受け入れを申し出ていると伝えなさい。住居と当座の生活は保証すると。本当でありますか？嘘だが、何か問題でも？いえ。それよりも万葉賞の救援部隊はまだ到着していないのか？はい、港からは何の連絡もありません。うん、遅いですね。おーい、ジェイド、ルークを見かけなかったか？いいえ。嫌な予感がする。作業を急げ。了解しました。先生、どうして一人なんですか？救援部隊の連中は？シッ、声が大きい。船は港に待機させてある。お前に伝えなくてはならないことができたのだ。はあ。クローズドスコアを覚えているか？俺がキムラスカを繁栄に導くとかって。その続きを知ることができたのだ。聞け。若者は力を災いとし、
キムラスカの武器となってルグニカ平野に戦争をもたらす。え？俺が戦争？そんなバカな。クローズドスコアは今まで一度も外れたことがない。一度もだ。超振動が利用されるってことですか？おそらくな。そんな、どうしたらいいんだよ。クローズドスコアにはこう読まれている。お前がアクゼルスの人々を連れて移動する。その結果戦争が起こると。だからここから住民を動かさず正気をなくせばいい。どうやって？超振動を起こして正気を中和する。やれるかな。超振動だって自分で起こせるかどうか。私も力を貸す。船の上で超振動の暴走を収めてやったようにな。なあ、先生はどうしてそんなに俺のことを親身になってくれるんだ？わからんか。私にはお前が必要だからだ。俺、人に必要だなんて言われたの初めてだ。先生だけはいつも俺のことを褒めたり叱ったり本気で接してくれたもんな。分かった、俺やってみる。こんな行動の奥で何をしようというのですか？しかも3人で。ジェイドはこのことを知っているのですか？へへ、黙ってついてこいって。どうか協力を願います。どうしよう。ここだ。あ、行き止まりじゃないか。どうしよう。この扉の封印を開けていただけますか？これはダート式封じということは、この向こうはセフィロトですね。セフィロト？バン、ここを開けても意味がないのでは？いいえ、このアクゼリスを再生するために必要なのです。いや、頼むよ。先生の言う通りにしてれば大丈夫だからさ。わかりました。おお、すっげえ。ああ、でっけえ光の柱が。え？なんだありゃ。セフィロトツリーだ。そしてツリーを制御するあの音機関がパッセージリング。さあルーク、正気を中和するのだ。どういうことです？中和なんかできるんですか？それができるんで。俺は選ばれた英雄だからな。よし、そのまま集中しろ。よし、そうだ。よし。この力は一体？ルーク、私の声に耳を傾けろ。力を抜いて、そのまま。はい。自分で作ってみせる。やめろ、その力を使うんじゃねえ。またか。アクゼルスを滅ぼすつもりか。頭が割れる。もう少しだ、頑張れルーク。やめろクズ。俺はクズなんかじゃない。私が解放を指示したら、お前は力を解放し超振動を放つ。そう、今使っているその力だ。合言葉、愚かなレプリカルーク。やったのか。ああ、お前はやり遂げたのだ先生。ようやく役に立ってくれたな、レプリカ。あ、バン、なぜルークにこのような恐ろしい真似をさせたのですか？セフィロトツリーは世界を支える柱。それを破壊させるなんて
どういう意味だ先生、説明してくれよ先生、気安く話しかけるな、出来損ないのクズが。もいないぞ。何が起こっているの？この揺れは大将、16年前一つの島がこのようにして地図から消えた。まさか。ホドです。ホドと同じ現象が起こっている。バン、ホドの住人だったあなたがどうしてこのようなことを。どうしよう、あなたにはもう少しお付き合いを。そしてお前にはもう用がない。さらば、愚かなデブリカドック。待ってくれよ先生、これどういうことなんだ。俺言われた通りにやったよな、間違ってないよな、全部先生の言うことに。先生、先生、夢を見た。真っ暗な場所にいる。何も見えない。いや、空から一筋の光が差し込んで小さな日だまりを作っている。でも一人分しかない。早くあそこに行かなければと思う。急がないと他の誰かに取られてしまう。俺の居場所、急がないと。そんな夢を見た。ここは奈落の底、クリフォトと呼ばれる地下の世界。クリフォト、アクゼルスはどうなっちまったんだ。ガイ、ジェイド、アリス、もう何か言えよ。アクゼルスはクリフォトに落ちたのよ。どういう意味だよ。あなたたちの住む場所はこのクリフォトから伸びるセフィロドツリーという柱に支えられている空中大地なの。2000年前、世界を原因不明の瘴気が包み、大地の汚染が始まった。この時呪術師ユリアが7つのスコアを読んだ。滅亡から逃れ、再び繁栄を手に入れるための道筋を発見したの。ユリアはスコアをもとにセフィロドという力を使って地殻を浮上させる計画を発案した。それがあなたたちが暮らす世界、外郭大地の始まり。そしてここは放棄されたかつての世界、瘴気に侵された世界、奈落の底、クリフォト。どうしてお前がそんなこと。いや、そんなことはどうだっていい。アクゼリスは、違う、先生、先生は、先生はどこにいるんだ。俺、あの場所で超振動を起こせば瘴気が消えるって言われたんだ。先生が言ったんだ。俺は言われた通りに。バカ、見なさいよ、その目を開いて周りを見なさいよ。あそこに転がっている子供はさっきまで生きてた。父さんの名前を呼びながら息絶えていった。あの瘴気の奥、目を凝らしなさいよ。何百人も瘴気に沈んでるあの人たちは、大切な人の名前を呼ぶことさえできなかった。俺は知らないぞ。俺はただ瘴気を中和しようとしただけだ。あなたは兄に騙されたのよ。そしてアクゼルスを支える柱を消してしまった。そんな、そんなはず。
せめて事前に相談してほしかったですね。今となっては言っても仕方のないことかもしれませんが、アクゼリウスは消滅した。何千という人間が一瞬で命を落とした。俺が悪いってのか？俺は悪くねえぞ。だって先生が言ったんだ。そうだよ、先生がやれって。こんなことになるなんて知らなかった。誰も教えてくれなかったんだ。俺は悪くねえ。大佐、ここにいるとバカな発言にイライラさせられる。なんだよ、俺はアクゼリスを助けようとしたんだぞ。待てよティア、アリス、お前らだって何もできなかったじゃねえか。俺ばっか責めんな。悪いな先生だ。俺は悪くないぞ。なあガイ、そうだろ。ルーク、あんまり幻滅させないでくれ。どうしてだよ、どうしてみんな俺を責めるんだ。ルーク、いいところに来てくれた。なあ、みんなに言ってくれよ。お前なら分かってくれんだろ。俺はただ英雄になりたかっただけなのに。ルーク、お前は俺のこと分かってくれるよな。ルーク、ボコドンクズだ。できそうだ。お前は顔を合わせるのは初めてになるな、クズ。俺と同じ顔？落ち着いて聞いてください、ルーク。彼はアッシュ。あなたのオリジナル。オリジナル？ふっ。物分かりの悪い奴だ。レプリカってのは、脳みそまで劣化してるのか？レプリカ？そういえば先生もレプリカって。はあ、教えてやるよ、ルーク。俺はバチカル生まれの貴族なんだ。7年前にバンって悪党に誘拐されたんだよ。バンはフォミクリーという技術を使って俺のレプリカを作った。まさか。そうだよ、お前は俺の劣化複製人間だ。ただのレプリカなんだよ。嘘だ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 。やるのかレプリカ。二人ともいけません。うわあ、嘘だ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 。俺だって認めたくねえよ、こんなクズが俺のレプリカなんて。黙れ。こんなクズ、居場所も全部奪われたなんて。情けなくてヘドが出る。サオガさん。こんな時も先生とやらに教えてもらった技か。こうか、霊障だ。クリフォト、外郭大地の内側に存在する地獄のごとき地下世界。大地は液状化し、至る所から瘴気が吹き上がり、外郭大地に開いたわずかな穴から差す光しか届かない。しかしこの地にもささやかな人の営みがあった。ユリアシティ、瘴気から守られ地上から隔絶されたこの奇妙な都市で、ティアは一人の老人と対面していた。テオドーロ、ユリアシティの指導者である。どうい
うことですか、おじい様。アクゼリスの崩落はスコアに読まれていた。起こるべくして起きたのだ。そんなスコアは聞いたことがありません。これはクローズドスコア、ローレライ教団の英子職以上のものしか知らぬスコアだ。スコアで分かっていたならどうして止めようとしなかったのですか。ティアよ、ローレライ教団の一員とは思えない言葉だな。スコアは遵守されるもの。スコアを守り穏やかに生きることが我が教団の教えだ。誕生日になぜスコアを読むか、それは今後一年の未来を知り、その可能性を受け止めるためだ。ならどうしてアクザリスの消滅を世界に知らせなかったのですか。それを知らせていれば死ななくて済む人だって。死のスコアを前にすると人は穏やかではいられなくなる。ユリアは7つのスコアでこの世界の繁栄を読んだ。その通りに歴史を動かさないと来るべき繁栄も失われてしまう。ティア、ユリアシティとその住人は、お前や私はユリアのスコアをもとに外郭大地を繁栄に導く監視者なのだ。ローレライ教団を通して人々を導き約束の時をもたらす、それが私たちの使命。お前も分かっていいよ、このクリフォトで育ったクリフォトの住人ならば。私はクリフォトの住人ではありません。ホドの人間です。ティア、ホド、私と兄さんの生まれ故郷もそうやって見捨てられた。ホドの崩落はクローズドスコアに読まれた運命だった。だから誰も手を差し伸べなかった。スコアは守られた。何千人もの人間が死んでいった。全てはいつか訪れる繁栄のため。クリフォトに落ちた私と兄さんをおじい様は養ってくださいました。感謝しています。でも私たちはやはりクリフォトの住人ではなくホドの人間なのです。同胞の父の母の命が失われたことをいつか訪れる繁栄のためと片付けることはできないのです。番は違う、監視者として立派に働いてくれている。お前から見れば裏切り者と映るかもしれんが、あやつは世界がスコアの通りあるために正しく動いているのだ。真っ暗な場所にいる。何も見えない。いや、空から一筋の光が差し込んで小さな日だまりを作っている。でも一人分しかない。そこに俺と同じ顔をした男が立っている。よう、クズレプリカ。アッシュ、俺とお前は完全同位体、つまりお前は完全なレプリカだ。俺はレプリカなんかじゃ。完全なレプリカとオリジナルの間に特別なつながりができる。俺はお前の頭の中に話しかけることができるし、ま、クズのお前にできるかどうかは知らんが、あるいはこうやって今俺が見ている光景をお前に見せること。見せてやるよ。お前の居場所はもうどこにもないってことをな。バンが何をしようとしているのか、それを知れば彼に追いつけるかもしれません。心当たりはありませんか、アッシュ。バンは頻繁にベルケンドの第一音機関研究所を行っている。奴の行動はある。とりあえずその情報にすがるしかなさそうですね。急ぎましょうよ、イオン様が心配です。
その前に一つだけ確認させてください。アッシュ、オラクル騎士団六人将の一人であるあなたがどうして番に反旗を？答える義理はない。そんなんじゃ信用できないっちゅうの。ならここで別れるまでだ。成り行きで一緒にいるだけでついてきてほしいと頼んだわけじゃ。うわは、こいつもバカ。目的はイオン様と総長で同じなんだから、協力するためにも身の証を立てろって言ってんの。うわ、さすが神前大使殿と同じ顔のことだけあるわ。あのクズと俺を一緒にするな。待ってください。おそらくアッシュは誘拐されて居場所を失い、形だけでもバンの下に着くしかなかったのです。そしてバンに服従したふりをして密かに彼の計画をくじこうと。やめろ。勝手な想像で俺を測るんじゃねえ。想像ではありません。私の知っているルーク・フォン・ファブレであれば必ずやそうするという確信です。おやおや、姫の取りなしでご機嫌が戻りましたか。なんだと？怒るということは図星ですか。まあ何でもいいのですがね。ただあなたはご自分の身の証を立てようとしない。私も無条件にあなたを信じるほどお人よしではありませんから。あなたがそういう態度である以上、私はあなたをただ利用させていただきます。あなたもそうすればいい。そういうこと。勝手にしろ。これ以上険悪になるような会話はやめましょう。それよりアッシュと一緒にユリアロードを通って外郭大地に戻るという方向で異議はありませんね。もちろんです。まあルークよりはマシかもしれないね。ガイ。俺は降りる。ガイ。俺は降ります。ガイ。どうしてだガイ。ルークが心配なんだ。あいつについていてやらないと。呆れた。あんなバカほっとけばいいのに。バカだから俺がいないと心配なんだよ。それにあいつなら立ち直れると俺は信じる。クズはクズだ。期待すると裏切られるぞ。何年か前、もう本人も覚えちゃいないだろうが、あいつに記憶を失っちまって辛いだろうなって聞いたことがある。その時あいつはこう答えた。昔のことばっか見てても前に進めない。うは、起きちゃったことは都合よく忘れる、そういうこと？過去に縛られて前に進めない奴だっている。俺はそう思う。あいつは、ルークは前に進める奴なんだ。だから俺はあいつが立ち直れるって信じる。あなたはルークの従者で親友ではありませんか。本物のルークはここにいますのよ。本物のルークはこいつだろうさ。だけど俺の親友はあのバカの方なんだよ。待ちなさいガイ。ルーク、止めないのですか。その名前で呼ぶな。それはもう俺の名前じゃねえんだ。ルーク、目が覚めたのね。ここは私の部屋よ。ここはユリアシティ、クリフォトの中にある町。私と兄さんはこの町で育って。そんな話聞く余裕なさそうね。ああ。2階にいるわ。落ち着いたら声をかけて。待ちなさい、ティア。おじい様、話してください。心を揺らすことは無意味だ。ユリアのスコアこそ幸福への道。今は聞きたくありません。現実を見るのだ。人々はスコアと共にある。やめて。スコアを離れてこれからどう生きるというのだ、ティア。
これからどう生きるというのだ、ディア。私はどう生きれば。ファンデステルカ兄さん、あなたはどう生きるというの。アグゼリスを滅ぼしたのはスコアのためなの。あの、もういいの？ああ、ドアノックしたんだけど聞こえなかったみたいで。どこから説明すればいいかしら。そうね、他のみんながどこにいるのかから。みんなはもうここにはいないんだろう。呆れて俺を見捨てて外郭大地に戻っていった。知ってたの？俺何にも見えてなかった。そうね、俺変わりたい。変わらなきゃいけないんだ。本気で変わりたいと思うなら変われるかもしれないわ。でもあなたが変わったところでアクゼルスは元には戻らない。何千という人たちが亡くなった事実も。それだけの罪を背負ってあなたはどう変わるつもりなの。わからねえ。ダセえな俺、こんなことしか言えなくて。アクゼリスのこと謝って済むならいくらでも謝る。俺が死んでアクゼリスが復活するんならちょっと怖いけど死ぬ。でも現実はそうじゃねえだろ。償おったって償いきれねえし。自分にできることから始める。それが何かはまだ分かんねえけど本気で思ったんだ、変わりたいって。やっぱり分かっていないと思うわ。そんな簡単に死ぬなんて言葉が言えるんだから。すぐに信じてくれとは言わない。いや、確かナイフ持ってたよ。持ってるけど。ちょっと貸してくれ。髪を。髪を切ったのか。いいじゃん、さっぱりしてさ。ガイ。うん、どうした。あ、俺ルークじゃないのに。レプリカなのに。お前、おーい、お前までアッシュみてえなこと言うなっつーの。いいじゃねえか、あいつはルークと呼ばれるのを嫌がってんだ。もらっちまえよ。ガイ。ん？ありがとう。ルークがありがとうだって。こいつはびっくりだ。ありがとう。長年付き合ってきてルークのありがとうなんて初めて聞いたぜ。彼変わるんです。おっとっと、それ以上近づくな。ん？悪く思わないでほしいんだが、女性が近づくと。女が嫌いなのね。嫌いじゃない、女性は大好きだ。そういう言い方も問題あるような気がするけど。あー、ストップストップ、来るな、近寄るな。ガイは変わらないんだな。これからの俺を見ていてくれ、ティア。それで判断してほしい。すぐにはうまくいかねえかもしれない、間違えるかもしれない。でも俺変わるから。そうね、見ているわ、あなたのこと。